こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、よくある質問なんですけども、回答をね、久しぶりにしようかと思います。前回ちょっとしつこねちゃったんですよね。それがですね、人生を変えようと思ったら、なんか3つのものを変えろっていうふうに聞いたんですけど、っていうふうなメッセージだったんですよ。それがですね、まず職場を変える、仕事ですか、仕事を変える、住むところを変える、そして付き合う人を変える、こういうふうなものを変えると人生が変わるよっていうふうに、まあ、なんかのね、ネットワークかなんかのセミナーで教わったんでしょうね。じゃあ果たしてこれをね、私が解釈するとどうなるかってことなんですよ。単純明快、こんなもん変えても変わんないです。というよりも、こんなもんに影響されてる以上はどうやっても変わんないですよ。それはね、誰と付き合っていようがね、どんな仕事をしていようが、どこに住んでいようが、そんなもの関係なく、自分の人生は明確な意思を持って自分で変えていくものだと思うんですよ。まあ、一つの例を申し上げましょうか。学校ってあるじゃないですか。小学校、中学校、高校、大学でもいいです。まあ中学とか高校がいいですからね。あれ30人とか40人とか同じクラスにいるでしょ。あれで3年間一緒に勉強するじゃないですか。同じ付き合いじゃないですか、みんな。成績みんな一緒ですからね。ね、赤点もいれば優等生もいるでしょ。だからね、変わんないんですよ。本人次第なんですよ。でもっともっと極端なこと言ったら、じゃあむちゃくちゃ賢い人と平凡な人が一緒に暮らしてます。どっちに一緒になると思います？これ、両方とも愚かになるのか、両方とも賢くなるのか、さあどっちでしょう。でしょ、なんかすごくね、答え身の回りにシンプルにあるわけなんですよ。だから自分がやらない限りは自分が変わらないんですよ。周りがいくら変わってもね。ですんで、環境が自分を変えてるわけではないんですよ。むしろ変わらない自分を環境のせいにしてるんですよ。随分失礼な話だと思いますよ。だって自分の人生を変えようと思ったら人脈を変えろって話でしょ。じゃあ今まで付き合ってた奴らが悪いのかっていう風な責任転嫁なんですよ、これ。だから付き合う人を変えるとかね、住むところを変えるとか、仕事を変えるに納得する人ってちょっと考え方直した方がいいですよね。確かにその要素がないとは言わないんですけども、だったらうまくいかなかったら、例えばですよ、なんか俺なんか人生冴えねえなみたいな男が50歳になってね、で夫婦で暮らしてるわけですよ。あ、お前が嫁だからいけないんだって分かります、これ。だから付き合う人がどうであれ、環境がどうであれ違うんですよ。自分がどっちに向かおうとしてたかなんですよ。まあ私に言わせればね。だから一緒にいてもね、賢くない人はずっと賢くないし、賢い人に囲まれてても、まあ、劣等生はずっと劣等生なんですよ。だから自分がやらないといけないんですよ。むしろ賢い人に囲まれていい気になって、自分もそんな賢い人の、ね、仲間になったような気になって何も学ばないかもしれないですよね。うん、だからちょっと用心した方がいいです。そういう意味では、素敵な人間関係に囲まれている人は自分だけがなんかね、助けられていて、その仲間になった気でいるのかもしれません。だからそれはね、すごく気をつけた方がいいかなと思います。で、もう一回結論言いますけども、住むところを変えるとかね、仕事を変えるとかね、付き合う人を変えるみたいな、そんなね、周りのもののせいにしてる以上は何にも変わらないってことですよ。変えたところで何にも変わらないですよ。もっと悪くなりますよ。ということで、まあ私の苦い経験からですけどね、多分ね、でもそう結構納得されるんじゃないかな、こういうふうに話したら。変わんないですよ、そんなもん変えても。だって自分の内側が変わるから変わるわけですから、自分の外側から変えてもダメですよ。ブランド物着たところでね、スーパーカーに乗ったところで、あなたはあなたなんですよ。そんなもので何も変わんないんですよ。それで変わったっていうふうに見える人がいるとしたら、その人も外面しか見えてない方なんで、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないですかっていうふうなね、オチですね。いってらっしゃい。